緊張してるというより乙武さんがいきなり金髪になってるから驚いてるっていうのと、もしかしたらなんで逆になったのっていうぐらい榊原さん急に黒髪になってるんで、榊原さんに憧れて金髪にしたのに急に裏切られたんですよね。私は乙武さんに憧れてる両思いのすれ違いですよね。ここマッチング本当はできたかもしれない。そうですね。しかもあの僕が 2,3 週間前にしたんですよって言ったら、僕も 2,3 週間前に同じ時期にすごい偶然髪色が入れ替わってたっていうね。この履歴書自体がかなりネガティブな部分から入られていると思うんですね。あの、はい、年齢も今45っていうところだったりだとか、はい、であとはあの学歴も、これでも学歴別にないとは思わないんですけども、専門学校出られていて、はい、でその後このホテルも正社員ですか。はい、そうです。でやってるんですよね、はい、別に経歴も悪くないとは思っていつつも、そこは全部今までダメだったっていうところで、今回まあそこはもう納得した上で人間性だけで評価してくる人材版に来たっていうことを書かれているっていうことは、ここあの聞く側からすると人間性がもう相当べらぼうにいいっていう、そう受け取ってしまうしかないんですね。ぐらいに逆にだからこそこういう書き方をしてるのかなと思って、ネガティブどんどん落としていって、だけどここだけはめちゃめちゃ強いんですっていうところを今書かれてると思うんですね。なのでこの部分を今、まず端的に本当に教えてほしいというか、はい、この文章だけだと人間性だけ推しっていう書き方をなされていると思うんですね。もう経歴とか一旦置いといて、はい、でやれることも能力も一旦置いといた上で、でも人間性はめちゃめちゃあるんですっていうとこだと思うんですね。はい。を教えてもらいたいです。そう、あ、すいません、もしかしたらそういう意図で書かれてないのであれば違うかもしれないんですけども、この文章を読むとそうかなと思ったんですね、はい、まずそこはあっていますか。人間性推しというわけでもないんですけれども、わけでもないと言ったら変なんですけれども、まあ、基本的には例えばなんですけれども、一般の会社などで書類選考などで見たら誰でも持っているような経歴ですので、それでしたら、まあ、若い人の方を雇いたいということで書類選考で落とされてしまう可能性が高いと思っております。ですが、まあ、こちらでしたら直接社長様とお話しできるということと、プラス、まあ、1時間という時間も取っていただいているということですので、若い方との比較で言ったら別に負けない部分だと思いますし、むしろそこを普通は押していって、はい、そこより強いです、この年齢ですけどもこのスキルは持っていますっていうのを伝えることはだと思うんですけども、はい、逆に言うとそこはないっていうことなんですかね、ご自身の中では押せる部分はないということですか。ちょっとなんかでも空回りしちゃってると思うんですけど、 あまり僕はネガティブにも感じないですし、多分真面目なご性格なのかなっていうので、社長あの虎の人たちに素直にあの自分を PR したい、アピールしたいっていうところだと思うので、はい、例えば30歳の子を採用すると、あとこっち35年歳あのその子の面倒見なきゃいけないんですよ、はい、だからうちとか55歳の人とか積極的に採用するし、あと5年でいいんで。サイコパスですね。これね、でもこれ結構、経営者目線では結構大きいですよね、はい、50歳くらいの方ってうちだとあと10年じゃないですか。10年だったら私先大体見えてるんで、それだったら採用できるなっていうのはあるんで、そこまでネガティブに捉える必要はないです、まあ、これまでいろんなお仕事を経験してきた中で何かこう共通する自分の仕事上の武器とか、こういうことをよく褒められたな、はい、評価されたなみたいなことってありますか。評価というかよく 言われたことは、まあ、あまりネガティブではないということで、はい、何回こうエピソードありますかね。もう大変緊張してまして。そうですよね。でもなんか今の表現でもちょっと見えたのが、基本全てをちょっとネガティブに言うんだなと思いました。彼女のいいところだったりだとか、ここの部分聞き出さないと、なんとなくで普通の採用で終わっのこの面談で終わってしまう。前回ぐらいで学びましたね。そう、同じことを突っ込んでめちゃめちゃ怒られて、岩井さんで多分勤務地だったりだとか、そのもうこの辺の部分一旦置いといた上で、で多分そんなにこう話すのも得意ではない方だと思うので、ひたすらそこをまずは聞きたいなっていうところがあるんですけども、はい、人柄がいいっていうことしかまだ伝わってなくて、でその人柄がいいって どういうことっていうのと、それ以外に何かあるんですかっていうのが僕は聞きたいので。電話の営業も行っておりましたし、一般的な人ができるやっていることはできると思っております。今日榊原さんめちゃくちゃ優しいと思ってて、ここを彼女がちゃんとアピールしないと僕らにどういう理由で雇うかの、はい、理由がまだ分かんないですよ。本当に人柄がいいとか言われても、それで人によって基準が違うんで、どういう形でそれを思っているのかもありますし、はい、先ほども言われた人並みにできますって、そうやってあるラインは長所が人並みにできるで、それ以外は人並みにできない、はい、っていう風にも捉えられちゃうんで、はい、じゃあ普通の人より良くないじゃんって、45歳でちょっと時短とか子供のところも含めて考えると、はい、普通の若手と比べた時にやっぱ落ちるん
ですよね、はい、だからこそその年齢に見合った私はこういうことができます、はい、あ雇いたいなって思う情報を入れてくれないと進まないっていう佐久原さんの助け舟だと思うので、はいはい、そこをもうちょっと具体的に話してほしいです。そうですね、そうしましたら電話の仕事をしておりますと割と個性が強い人がたくさん、まあ、今までいたっていう感じだったんですけれども、個性が強い人と個性が強い人がぶつかり合うところの私は中和しているっていう、うん、その感じということでございます。すみません、ちょっと厳しく言っていいですか。あの今のって、はい、それが仕事だと思うんですよ。今おっしゃったのってクレーマーが来てで勤めている会社さんがあってそこが多分揉めているって時に間に入るっていうことだと思うんですけど、はい、これはおそらく今やられてるのは単純な職務なんです、はい、その中でそこをどうやったかが今重要な部分なんですね、はい、どうやって人と対応したら良くなるとかってここが今大事なんですけども、はい、今の回答だとそれはただの仕事なんです。電話の相談室を受けている人数が4人ぐらいおりまして、電話を受ける人が4人ぐらいおりまして、私は電話を一番受けているという状況でございまして、その今の派遣先に入ってから辞めた人が4人ぐらいおりまして、その中でも辞めないで現在勤めているっていう。希望する年収が30万とか40万とか50万だったらその特殊な能力っていうのは必要なんですけど、22万3万5千22万くらいなんで別に特殊な能力はいらなくて、はい、普通に真面目に毎日来て真面目に普通なことをやってくれればいいんですけれども、例えば、はい、パソコンの能力ってどこまでできますか。パソコン、まあ、エクセルワードくらいは使えます、はい、エクセルワードぐらいは使えます。メールとかも使えます。メールも、はい、あ、なるほど。いやなんで今の話だと別に、はい、普通の27万円のこのレベルのものでただ職務こなしてもらうだけなのであれば、エージェントだったりだとか採用媒体とかで普通に採用されるとか普通にまあでやればいいのかなと思ったので、ここに出てくるっていうことは、まあ、ここにも書かれているのはその人間性が即あるっていうことだったので、逆なんじゃないですか。向こうがこっちを選びたいんじゃないですか。あ要はあの1時間でこうやって見てね、こっちを選んでやろうと思ってんじゃないですか。この虎の会社に行きたいっていう社長さん、ちなみに今イメージあります？そうです、ちょっと榊原社長のところでは多分私はもう必要のない人材ではないかと。遠回しに振られちゃいましたね今。弾かれた。全く、はい、それは、はい、業界的にっていうところ、それとも私の人柄とかその会社の人柄とかではない。前回の人柄ですよ。人柄に決まってるじゃないですか。だって今までずっと人柄の話しかしてないんだから。ね、人柄の話しか今日してないんですから。でも SNS はダメっていうことですか。いやなんか全くやったことがないので、それをその榊原社長の会社の方が一から教えるとなると、そんな人だと若い人がいいのかな。今日はこれは言いたいってアピールしたいことを言ってください。まあ、電話営業が、はい、まあ、基本的にはできると思っております。ここまでお話ししてきて、はい、ちょっと雲行き怪しくなってきたかなと思っているのは、はい、先ほど社長の皆さんからの質問に、はい、あまりクリアに答えられていない、質問の意図をきちんと捉えられていないことが多いんですよね、はい、私はこういうやり方をやってるから緩衝材になれるんですっていうノウハウを持ってるのかっていうのをお聞きしたくて、はいはい、もう一回深掘りの質問をしたんですけど、はい、それに対して玉木さんは全然違う答えをされてたんで、はい、ちょっとこう質問の意図をきちんと捉えるっていう力が弱いのか、あまりに緊張しすぎてしまってテンパって今会話ができてないのか。大変緊張しておりますね。どこひょんな答えになってしまったんだと思います、うんうんうん、つまり通常はそうではないよっていうことですかね。通常は普通だと思います、うんうんうん、普通です。今回ちょっと、まあ、トラと思うから緊張するかもしれないんで、榊原さんがクレーマーだと思っていただいたら、もしかしたら普段のちょっとなんか皆さん今日私のブランディングなんか下げようっていう今あえて榊原さんにしたところに悪意を感じるよね。悪意でしかない。私も全く同じこと言おうと思ってたんで正直このまんまだと採用されないですよ。いや分かんないですよ。クレーマーあげました、クレーマーあげましたよ。この状態だと他の面談を受けても本当に受からないと思います、これじゃ。はい、なんか途中で終わってないにしても、ただ契約満了終わったっていうことはそれ以上でも以下でもなかったっていうことなんですよね。この21人いらっしゃった中でいろんな方がいらっしゃったと思うんですけれども、その中で普通の人が来てもいいのかなと思いましたので応募いたしましたっていう感じで。結論として普通の人ってことでいいですか。普通の人っていうことでよろしいです。なるほど、はい、一番の強みであるテレアポのところなんですけど、はい、
もし差し支えなければ榊原さんとちょっと ロープレーなんかロープレー、はい、どうぞお願いします。プルルルルルそこかでも繋がった状態って言ってます榊原様の携帯電話でよろしいでしょうか。はい、さようでございます。はい、1、2分ほどお時間いただきたいんですがよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今回ですねちょっとご連絡させていただきましたのが、あ、すいません、ちょっと一回ちょっと止めさせていただきます。はい、ちなみに私テレアポの実際営業が行くまでのアポを取 る、ね、その仕事の人多いですからね、はい、世の中にということでございます。はい、プルルルルもう戻るんですねだから続きで大丈夫です続きで。はい、はい、エモルバ榊原です。榊原様の携帯電話でよろしいでしょうか。はい、1、2 分ほど時間いただきたいんですがよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、私今回ですね、何会社でございますか。何でもいいです。はい、何でもいいです。株式会社榊原で、はい、株式会社榊原。そこまたプルルル借りとくね。そこね、ありがとうございます。そうなんですよ。また言うんかいって言う。すいません。いや、いいですよ。冗談です。株式会社榊原の玉木と申しますけれども、今回ご提案させていただきたく、ご連絡させていただいてるんですけれども、1、2、3分だけお時間いただきたくご連絡させていただきました。実はですね、アニメグッズを販売と、いろいろなものを仕入れなどをしておりまして、お時間いただければ2、3分だけ営業がその近お近くにおりますので、お伺いさせていただ、ご挨拶だけさせていただきたくご連絡させていただいております。もしよろしければ今週でお日にちですね、2、3分で結構でございますので、空いている日ちょっと教えていただければなと思ってご連絡させていただきました。特にアニメグッズが今欲しいわけでもないですし、時間もないんで大丈夫です。あ、そうですか。アニメグッズが欲しくなくても皆さんちょっとご挨拶だけでも名刺だけでも置かせていただければなと思って。それはちょっと私の時間がないので大丈夫でございます。あ、ではその駅に行くまでの間でもちょっと名刺だけでもお渡しできればなと思います。であれば会社にのメール、全体メールに出しておいていただいてよろしいですか。そうですね、直接実際お会いさせていただければなと思うんですけれども、はい、直接は今の段階だと特に会う理由がないかなと思いますの で私も時間がないので、はい、特に大丈夫なので、もし必要であれば、はい、全体の会社のメールに内容いただければと思います。はい、会社のメールにメールもさせていただきますが、外出する際にちょっと少しだけご挨拶だけさせていただければなと思います。外出するお時間がお決まりでしたら教えていただいてもよろしいですか。は決まってないです。あ、そうですか。はい、もしよろしければお昼行かれる時間帯っていつ。お昼は取ってないです。お昼お召し上がりにならないですか。はい、取ってないです。そうなんですね。はい、夕食はいかがでしょうか。すごいな、メンタル強いですね。強いですね。ただちょっとまた言っていいですか。はい、さっきなんかちょっと論破した感じで普通ですって終わってはいたと思うんですけど、普通ですはいらないですよ。ちょっと少し補足すると、はい、普通がどこにメリットあるのかをちゃんと説明していただければいいんですけど、はい、普通で来ましたっていうのは、いや、意味がわからないです。この場に来たっていうのは、はい、何もこれ解決してなくて、別に採用媒体だったりだとか、はい、エージェントでいいって話になってしまうので、ここに来た理由を言うときに、はい、普通で人ですっていうのはアピールでも何でもないですし、はい、でここにまた年齢が出てきてしまうというと、45歳であれば、はい、そこもわかるでしょう。おっしゃる通りだと思います。で実際のところ、この他の正社員でご自身で応募とかされたりは全くされてないんですか。してないです、現時点では。はい、相当好きなんですね、人材版が。好きです。そうですよね、はい、相当好きだから来たんですよ。うん、ただね、普通な人も欲しい会社ありますからね。そう思って応募いたしました。はい、個性的な人ばっかり集まるとろくな会社にならない、組織にならないです。特色出しちゃうと組織がまとまらないから。でもイルさんの会社は普通じゃないんで、普通の人が活躍できる変な会社なんで。あ、いやいや、それが普通の組織だと思います。特色ある人とない人っていう、まあ、命令を聞いてくれる人と命令する人っていうのが分かれて組織っていうのは成り立つんで、はい、下の人までみんな特色出されちゃったら組織ってまとまらないんですよ。命令する人が命令して実務を淡々とこなしてくれる人がいて、それで組織ってまとまるんですけど、正直僕は45歳の普通はもっと上だと思います。はい、低いです、レベル。
ただ求めてる給与がちょっと正直新卒の給与ぐらいの、はい、ものなんで、新卒雇うって考えたらあれですよ、まあ、これぐらいの経験を持っている方が雇えることが、うん、いやでも私はこれを書くっていう時点も27で書いてもいいんですけど、ただこの番組っていうのはそれだけどもこの人ならもっと出したいっていうようなスタンスだと思ってるんですね、ここの番組は。まあ、それも含めてこういう人材なんだというところで皆さんがどう評価するのかというところなのかなと思うんです、はい、そろそろもう50分経つんで、はい、ここまで緊張でっていう言葉で隠されちゃうと、いやいやどう使えるのかなっておそらく皆さん不安に思っちゃうんじゃないかな。そろそろ玉木さんの進化っていうのが一旦でも見えるタイミングが欲しいかなっていう気もするんですけど、そんなことも含めて、はい、ぼちぼち、はい、ラストステートメントいきましょうか。活躍できる場があればぜひよろしくお願いいたします。まず前提として私の中では、まあ、議論に上がっていた普通の方っていうところは 今の段階だと弊社では取れないっていうところがあります、まあ、お互いがウィンウィンになって初めてことをなすこともあるので、はい、ちょっとそこの未来が見えなかったので申し訳ございません、はい、うちの採用基準っていう考え方で言うと、はい、当然基準に達してないです。条件付きという形で採用するとさせてもらいます、はい、条件付きというのは正直働いてみないと、はい、なんとなくですけど、はい、役に立つのか分かんない、はい、なんでちょっとインターンという形で数ヶ月、はい、同じ条件でいいので、はい、働いてみてちょっとお互いに一緒にやれそうかっていうのを少し見させてください、はい、惜しい。めちゃめちゃ惜しかったですね。もうめちゃめちゃ悩みましたけど、やっぱり野口さんの質問に対して、はい、この中で採用、好きなトラか、まあ、行きたいトラいるかって言ったのに嫌いなトラを行かないトラを行ったっていう、その QA がずれちゃうと、はい、仕事上これやってくださいって言ってるのに違う答えが来ちゃうんで、やっぱ QA がずれるっていうのが普通じゃない。はい、惜しかったです、はい、で最後に僕ね、言おうと思ってたコメントが、はい、何でしょう、今日は井口さんと気が合う全く同じ形で本当に QA がずれていたので、はい、本当に迷ったんですけども私は採用しないです、はい。